自作水槽3作目は水槽本体ではなくて中に入れる隔離ボックスです。こういう丸い形で水流を作ってプランクトンとかクラゲを飼えるような、そういう隔離ボックスって世の中にほとんどないなと思ったので作ってみました。構造はすごくシンプルで、こういう丸い筒状のアクリル板を2つ買ってきて、上を切れ込みを入れて C の形にする。それをそれぞれ両サイドからアクリル板で挟んでサンドしているだけなんですけれども、この支えている柱を長めにすることで隙間を空けています。そしてこの全体をプランクトンネットでぐるりと囲むことで、その隙間から水が出入りするので中が常に清潔であると。あと、この辺は細かいんでいいんですね。クリップで留めて1本棒を挟むことでこう引っ張ってピンと張れるみたいな細かい構造がありますが、これはいよいよ試行錯誤です。4点を吸盤で支えているので多分安定しているでしょう。それで、当初の予定ではですね、ここに、今やっているように外側からエアレーションをすることでほんのりと中に水流ができるんじゃないかと思って見てるんですけど、ほんのりすぎて、プランクトン沈殿してますね。ここにシャコの有馬幼生とかハリナガズキンとか、なんでしょうね、あとカメガイとかそういうのがいるんですけども、沈殿してます。これはこのままではいかんので、改良が必要だと思います。おそらくサイドに2つほど穴を開けて、そこから弱いエアを入れて回すという、従来のクラゲ水槽のようなやり方を今後改良していくと思います。早速水流の部分だけちょっぴり改良しました。シンプルに側面に2つ穴を開けて、エアチューブをカクッと通して T 字で分岐させて、ここの先がエアポンプにつながっている。シンプル構造、本来のクラゲ水槽のあり方だと思うんですけど、今かなり絞ったら向こう側からしか泡が出てきてないですが、いい感じでエビたちが回っております。あとは様子を見ながら調整ですね。